こんにちは、花里おばさん、動画の方ありがとうございます。そう、自問自答ね。私ね、自問自答ができているなんてね、私は自分に対して偉そうなことは言えないかなと思います。で、自問自答をしたにしても大して深掘りしてないんでね。私の場合どちらかというと感覚が優先してるんで、感じるままに、動いて感じるままに、話してっていうことですかね。だからね、緻密な計算ってのはないんですよね、ただやっぱり多くのこの動画を作る中で、今日も200件以上のねコメントをいただいて、それに返す、コメントを読む、コメントを返す、そういうことを繰り返していくと、だんだんとこう自分でも気づかなかった視点っていうのにね、気づかせていただけるのかなと思います。自問自答といえばその辺かなと思いますよね。誰かの反応に対して自分がどう思うかなってことを繰り返していくと、同じ質問なのに回答する時期とか、それから回答するタイミング、自分の心理状態によってまるで違うことをね話していることもあるなと思います、でちょっとね、人から受けた相談っていう形で花里おばさんが話されてましたけども、私はね、その相談者さんが誰に相談を選ぶかってところで全ては決まってると思うんですよね。で、言い過ぎでなければ、相談した時にはすでに自分で答えを出しているということだと思うんですよ。で、自分の思ったような答えを出してくれるだろうなと期待する人に相談をして、そしてその人が出た答え、アドバイスがですね、自分の考えと近かったらちょっと安心してそちらの方に向かうみたいなね。で、全く別のアドバイスをいたら、それはそれでですね、新しい気づきになるということなのかなと思うんですよ、だから私にね、やっぱりこう相談をいただいたら、答えは早いんですよね。なぜなら結論というのはいつも誰でも客観的に見たら分かることなんですよ。会社が辛いんで辞めたいですって言ったらね、それは答えなんですよね。それがね、辞めればいいんじゃないですかということですよね。で、会社を辞めれずに辛いのと、会社を辞めて辛いのっていうのがあるんですよね。で、辞めての辛さっていうのは、いろんな前例があるにしてもね、やっぱ辞めてみないと分かんないところがありますよね。で、それが会社に居続けたらいつまで辛いのか、会社を辞めたらいつまで辛いのかっていうところもあると思います。そもそもです、その会社を辛いという会社を選んだのはどうしてなのかなっていう思考回路とか、それは本当に辛いんだろうかと、辛いんだと話すことによってその辛さがね軽減する、だから辛いという話をしてるけども、実際にそれほどでもないのかなとかね、いろいろと思うことがあるんですよね。こういうふうに多くの方からアドバイスをいただいても、その人に対してね、私は責任ある答えをいつも正解という形で出せるわけがありません、ですんで、私があなたの立場だったらこういうふうに感じて動くよってことしか言えないんですよね。これは誰でもそうだと思うんですよ、だから、感覚のままに答えてるかなってところなんですよ。で、大体相談してくる方って、その相談に至るためのね、材料っていうのが断片的なんですよ。だから相談に答えていくと、久保さん実はねこういうところもあるんですよっていうふうに条件をプラスアルファしてくるんですよ。そうすると答え変わってくるんですよね。あ、そういうことだったらちょっと違うよねと。で、アドバイスが完了したら、でも久保さん、こういう風になったらどうしましょうか、なるんですよね。だからね、どんどん条件をどんどん後出ししてきて、こちらとしてもどこまでそれが終わるのかなっていうことなんで、そのやり取りっていうのはね、長くなってしまいます。そういうケースもありますよね。でも、本人がもう気づいてる場合、最後の、背中を押す一声としてね、アドバイスを求めてきた時っていうのは、それはね、最初からね、私も答えは分かってるし、相談してくれる方も答えは実は分かってるんですよね。自分も YouTube やってみたいんだけど、大丈夫でしょうか、初心者でもできるでしょうかっていうことなんですけども、これもね答えが出てることなんですよ。初心者でもできるんですよ。でも初心者をいつまで続けるのかってこととね、いつまで初心者でやるのかってことと、あとはね、初心者でもできるけどもずっと初心者では無理ですよ、ダメですよってことですよね。で、そもそも初心者って何をもって初心者というのかなということなんですよ。私は1回でも、そして1秒でもやってしまえば、もうそれは初心者脱出だと思いますよね。だからね、自分が取り組みたいことに、こちらこそね、どこまで腹をくくって自問自答してるのかっていうところですよね。大体ね、相談に来るってことはだいぶ自問自答してるんですよね、その方はね。だから堂々巡りになってきて、そして意を決して話を持ってきてくださるってことなんじゃないかなと思うんですよね。はい、じゃあここまでまとめますと、自問自答って、結局ね、堂々巡りの千日手になっているってことなんですよ。でもその千日手を繰り返すときってすごく大事ですね。答えは分かっているんだけども、でもそのデモがいっぱい出てくるっていうところですよね。このデモの後、しかしの後が結構本音なんですよ。
だからこの本音の部分と自分がどのように戦っていくか、いわゆる葛藤ですよね。その葛藤の繰り返しが自分と向き合う、自分と話し合う、自問自答しているってことなんじゃないかなと思いますね。はい、で、まあそろそろね、動画のまとめに入っていきますよ、花田レモさん。私はね、あんまり自問自答してないんですよ。ただ、そのあんまりしてないっていう私のしてないレベルと、より深くね、自問自答してる人のレベルっていうのはやっぱり一人一人違いますんで、私はね、感覚で話してるつもりでも、いや、緻密に考えてるじゃないですか、みたいなことがあったりとかね。その感覚的な答えっていうのは、今までの人生や経験や失敗例、成功例がそういうふうに感覚的に答えれるようなね、瞬発力を出してるんだねって言われればそうかもしれないなと思うわけですよね。ただ私もね、アドバイスにしろ自分の決断にしろ正解ばかりを重ねてきたわけではありません。むしろ失敗をたくさん重ねてきて、その結果残った選択肢に全力投球してるってだけなんですよ。それが手持ちのカードなんですよ。最初は52枚のカードを持っていたはずなんですけども、あれで失敗し、これで勝負に負けって感じで、手元に残るのはね、3とか4の、なんかいわゆるね、クズカードみたいなものばかりなんですよ。でもそのクズカードも3枚揃えば3カードになって、その絵札のね、2ペアに勝てたりするわけなんですよね。まあ、だからそういうことを、まあ、考えるとすれば考えてるかなっていうところでございます。まあ、花井レモさんの動画の回答としては、こんなところかなと思いますけどね。まあ、なんか綺麗にね、こうですよっていうふうに答えられなかったかもしれませんけども、これこそまさにね、私が感覚で、あまり考えずに、回答していることの一つかなと思います。はい、でね、今回ね、花井レモさんにね、紹介したい人物があります。それはですね、速稼塾の塾生さんで、松潤さんという方ですね。これ松潤さんという方は、なんで私がね、花井レモさんに紹介したいかというと、花井レモさんの方にも何かサムネイルでね、松潤さんっていうね、キーワードが踊ってたんですよね。まあ、同一人物ではないと思いますけども、これね、何かのシンクロじゃないかなと思います。もちろん同一人物だったらそれはそれで面白いんですけども、松潤さんはピアノ弾き語りのプレイヤーさんなんですよ。こちらね、動画概要欄に松潤さんの URL つけときますので、自己紹介 URL つけときますので、ね、ぜひね、ご覧いただいて、そして友達、こう、なんですかね、友達承認じゃないや、チャンネル登録ね、してみてください。そして音楽についてなんですけども、ここから花井のもさんにちょっと聞いてみたいんですよね。花井のもさんの結んで開いてのコーナーで、サムネイルでね、花レモさんがライブハウス、これどこなのかな、ペパーランドかな、私ね、岡山のペパーランド結構使ってたんですけども、学生の時ね、このライブハウスでなんかギターを抱えてらっしゃるところが映ってますよね。花レモさんは音楽をやっていたと思いますけども、その音楽ってのはね、まあなんでやったのかなってことを聞いてみたいんですよ。私は学生の時に音楽やったのは単純にモテるためだったんですよ。あんまりモテなかったですけどね。まあでもね、やってなかった時よりモテたんじゃないかなと思います。そういう下心で私は音楽活動をやっていましたし、そういうふうな下心が私のモチベーションでしたね。だからいい車に乗ってモテたい、それも十分な下心でありモチベーションだと思うんですよ。まあなんせね、下心がないっていうことの方が結構不気味でね、何のためにどこに向かってんだろうみたいなことでつかみにくいんですけども、モテるために音楽やってますっていうふうに手の内を明かすと、まあ付き合いやすくはあるんですよね。まあ私はね、そういう風にモテるために音楽やるんで、どうやったらモテるかなっていう形でね、曲を作ったりね、詩を書いたりとかしてましたんで、すごく単純だったんですけども、まあそれとはね、同じではないと思いますけども、このね、松潤さんはプロポーズにピアノ弾き語りを使ったらどうかなというテーマです。このね、花井レモさんは音楽をされていたと思うんですけども、されていた時はどういうようなモチベーションでされていたのかなってことですよね。これがね、ビジネスにも通じると思うんですよ。ビジネスはどのモチベーションでやってたかなってことにも通じると思いますので、音楽の場合とビジネスの場合とね、これ両方ともね、何をモチベーションにしてやってると感じているのか、まあ今の時点でも結構ですんで、回答いただければ幸いでございます。そして松潤さんのこともね、ちょっとね、フォローしてみてください。それでは、いってらっしゃい。